はい、おはようございまーす。あれ今日ヨギママ誕生日じゃなかった？そういう晩。確か。あれ？あれ何日だっけ？ 12 日とか言ってなかったん？あれお誕生日じゃない？あ、そう。今年はね、何もしないことに決めたんで。ヨギママの誕生日ね。とりあえずおめでとうって感じで。もうプレゼントもあげないし、何もしないって感じ。いや、昨日電話で話したんで、それでいいかな、みたいな。iPhone はね、いらないっつってたよね、確かね。iPhone SE3 あげようかっつったらいらないっつったから、じゃあ何もあげなくていいのかなと思って。何もいらないわよっつってたよね。言ってなかった？昨日電話ね。私、何もプレゼントとかそういうのはいらないわよっつって、いらないって言うんだからあげない方がいいっすね。言ってたよね。いやってね。今まで散々私やら、ね、誕生日プレゼントいただいてるし、iPhone あげるわよって言ったら、そんなのいらないわよって、プレゼントなんていらないわ。気持ちだけでいいわよと。歌ぐらい歌ってあげな。41歳なら、41歳って言わなくてもいいんじゃない？年的に。もうすでに41歳なんだかな。41って祝うの？いや、祝ってあげた方がいいの？カウントダウンイベント顔出してほしかった。モスコちゃんのペヤング見てたわ。ごめんね、ヨギママ。もうすっかり忘れてて。ヨギママのカウントダウンイベント忘れて、モスコちゃんの枠を見てた。もうほんとに忘れてたの。で、最悪とかじゃなくて、ほんとに忘れてて、ね、昨日なんか、12時とか1時ぐらいにやってたんだよね、ペヤング。それを見てた。ヨギママの存在忘れてましたよ、だって。いや、すごかったよね。30秒ぐらいで食ったよね。あの人すごいよね、マジでね。ねえ、やっぱ見た目通りの人だよね。あの激辛のペヤングを30秒で食ったんだよ。すごいよね。38秒とかだよ。で、おかまん中では41秒だっけ？おかまん中では結構すごいよね。な、ダントツだよね。勝てねえわ。屈服って感じ。そう、最初はなんかね、ペヤング食べるとき、キャーンと言って怖ーいとか言って、やだーとか言ってね。言ってんのよ。やだーってもうすごい緊張するとか怖ーいとか言ってんだけど、いざ始まってもう手づかみで食べてたよな。最後のあたりなんかもうね、焼きそばを手で掴んで、おっ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 しゃーとか言ってさ、すごかったよな。おっ、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 とか言って。めっちゃおっさんや、みたいな。やべえ、とか思って。初めてモスコちゃんの配信で笑ったね、私ね。初めて。爆笑してしまいましたね。震えが止まらなかった？それはみんなそうじゃん。私だってそうじゃん。ねえ、あんなもん食べ物でないからみんなは食べない方がいいよ。もう今週ぐらいでね、多分終わると思うけど、ペヤングラッシュをね。あら、かわいい洋服着たらもう一気に輝いた私。洋服ってすごいね。もう服装だけで可愛くなっちゃうじゃん、ほら、すっぴんなのに。見て、みんな画面とこ。ねえ、服装だけでめちゃくちゃ可愛く見えない？女らしいというか。何？早くしろってのに。いや、ハゲてないよ。ハゲてんの、あの、マンジ深夜だの？あいつすごいよね。深夜くん。マジで、ハゲの親父だよね。
ね、ちょっと将来不安で、あれ、ずるっぱげになるぜ、あれ。性欲強すぎなんだよ、あれ。いや、ハゲる人はね、もうすでに、私ぐらいの年代でハゲ始めるからね。もう30代後半とかで一気にずるっぱげの人はね、ハゲるから、ずるっと。ねえ、おでこはひのいとかね、ごめんなさい。あなたより可愛くて綺麗だから輝いてる人、キランキランってな、ね。ね。太陽の光、朝だ、光、降り注ぐ。さて、手をつなごう。一緒に遊ぼう。僕らは仲間だ、みたいな。リンパも流しながら、こうでしょ、こうやってやるんでしょ、リンパも。こういうふうにね、こうやって。こうやって流すんだ、リンパ。こうね、上から下。上から下にこうね、流していってね、こうね。こういうふうに。こう ね、こういうのさ、ずーっとやってる女って私嫌いなんだよね、家で。コロコロもそうだけど、もうずーっとさ、なんかさ、ちょっと暇があるとマッサージするような女、手を揉んだりとかさ、もう大っ嫌い女。ね、意識高い系女っつうの。ねえ、わかる？もうずーっとなんかこう手をさ、マッサージしたりとか顔とかをこうやったりとかさ、暇があれやな。暇があれやってるような。だいたいそういうやつに限って肌汚ねえんだよな。ぶっつぶつなんだよ。な、何もやってない女の方がね、綺麗だろうな。あら、英語で書いたね。Do you know? Do you know a meeting of the? Thank you. I'm fine to you. メソポタニア。ドアップにして見せて。いや、耐えられるよ、今日は。久しぶりだし。肌質いいんで、活性化されてんでね。メイク全然してなかったから、どう？耐えてるっしょ、結構。ん？この 4K のカメラに耐えてるだろ、私の顔は。どうだよ。4K のカメラで撮ってんだぜ。結構耐えてるっしょ。ん？歯の色は耐えられないけどね。トウモロコシだけど、いつも通り。歯はトウモロコシだけど耐えてないけど。ん？いや、この白。黒目にこの、ね。白ラメを塗るんだね、これをね。この。こういうことだね。ここにこうやって塗ると。あ、でもなんかさ、目がでっかくなったね。あら。いいんじゃないの？アイホールにも塗ってあげた方がいいの？ここだけじゃなくて？これだけでもかなり可愛くなるんで、なんかキラキラになったね。いろいろやばいとか何？下は多分この下の白じゃない？こっちはラメ入ってる、こっちはあんまり入ってない。なんかこれを下に塗るんじゃないの？ここの。うん。こんな感じ？どう？どうだ？美しい。
飛び抜けて美しいしよ。どうだ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  DODA どうだ DADA どうだ。いいんじゃない？Can you celebrate? Can you kiss me tonight? We will love long, long time ってね。センター北駅までお願いします。ジーザスオージーザスおじいさんザスオージーザスよいしょ。新商品のチーズチーズビッグマウスバーガー1280円だね。3枚お肉が入ってるみたい。いただきます。1個ないって言って1個押さずに言ってないでしょ。ポテトからいただきます。すごいね、塩がめっちゃついてる。あ、美味しいじゃん、揚げたて。めちゃくちゃ美味しい。サクサク。結構マックのポテトより太いね、これね。食い方がうざいって何？ちょっとしょっぱいかも。塩が結構ついてる。しょっぱめって感じ。いや結構ついてる。見えるこれ。結構多くないこの塩。あ、こうやっちゃった方がいいかも。あ、お茶まかありがとう。チャリンチャリン、ありがとう。 Thank you。 みんな意地悪だよな、金を使わず口を出すっつうの。ほとんどの、ね、9割の方がそうですよね、ケチっていうの。うるせえよ。泥棒と一緒で、泥棒と勝手に見て勝手に盗んでくんだな。泥棒と一緒で窃盗だよ。結構熱々、これで、ね、やけどしちゃいそう。あっこい。あんたまたやくチャリンチャリン、ありがとう。みんなありがとう。ななちゃんだよ。お茶ばかりありがとう。お茶ばかりありがとう。ありがとう。嬉しいな。みんなで生きてます。ありがとう。めぐみめぐみ。すごくない？女優感半端ない。と髪の毛セットしてるからね、ちゃんとスプレーで固めてるからね。
ジョソコっぽい。今日はあえてデコは、うわ、蜂やだー、蜂が飛んできた今。やだね、春になったら蜂が増えるからね。私マジで蜂嫌いなんだよ。蜂大嫌い。ブーンって怖いじゃん、あの音が。羽の音、耳音ブーンって聞こえたらもう猛ダッシュに見えるもんね。ハンバーガー次と、でもすごいね、ボリュームが。ほら1キロぐらいあるよ多分。やばくない？増えないかも。でかい方が私の顔と比べてはでかくない？ねえ、同じぐらいで大きさ。やばいぞ。ちょっと開けてみます。これが新商品のビッグマウスバーガー、チーズ&チーズビッグマウスバーガー。お肉が3つ。うおー、やっぱ。やばー。3枚入ってんじゃん。1、2、3枚。え、すごくないこれ。どうやって食べるのこれ。お口足んないかもしんない。玉ねぎもめっちゃ入ってんね、上に。意外とお口ちっちゃいから、私ね、おつぼみ系だから、これちょっと加えらんないかもしんない。すごいよ、だってこんな分厚いんだよ。15センチぐらいあるぜこれ。お茶ばかりがとう、チャリンチャリン、ありがとう、キランキラン、センキュー。じゃあ行ってみますか。あほー。やばー、すごい。あのね、ボリューム感半端ない。肉肉しいね。あ、お茶なくありがとう、チャリンチャリン、ありがとう、ありがとう。3枚入ってるからやばいねこれ。ハンバーグ食ってるみたい。ガスだ。でもさ、バーガーキングってうまいよね。あのマックとか比べ物にならないよ、この肉が。値段も高いけど、1400円しますけどね。めちゃくちゃうまい、うん。なんか本場のハンバーガーって感じ。ハンバーガーって感じだ。アメリカのね。やっぱ肉が違うんだよ。肉がちょっと粗い感じ、粗挽きっていうの。マックとかもビジャって潰してあるような肉じゃん。あ、お茶まくありがとう。ありがとう。センキュー。ねえ。うん。これ半分で多分お腹いっぱいになっちゃうかもしれない。マジ。レスラーの休日って何？もうお腹いっぱいだもん、これ。捨てはしないけど、やばいね、ほんとに。ブックオフはちょっともう、引き返して持ってるから大丈夫でしょう。
ね、査定だけだから遅れても大丈夫だよね、別にね。なんかその目安だからですね。だいたいその時間に来てくださいの目安でしょ。だってあっちが待たせてんだからね、こっちも待たせてもいいよね。じゃない？あっちが30分待たせてんだから、こっちも30分待たせてもいい。別に焦っていく必要ないよ。あっちが待っててくださいって言ってるのがこっちも待ってくださいの。掃除ね。だってこっちがきっちり行く必要ないやん。あっちが待たせてんの。そうじゃないんだったねえ、こっちの都合に合わせてよとかも。もうね、これ食べづらいんだよ、めっちゃ。もうすごい。ソースみたいのが、チーズソースみたいな、めっちゃチーズ入ってるから。チーズバーガーのチーズが全体的に入ってるみたいな感じ、イメージは。ちょっとしょっぱい系。そう、肉の旨味としょっぱさを感じる感じ。あと玉ねぎの甘さ。で、味的には、ソースの味とかないんだよ。もうほんとまんま、肉まんまの味って感じ。ごまかしがないって感じ。うん、カロリーもすごいんだろうね、これね。1000キロオーバーだよね、これ。1500キロカロリーぐらいだよね。だってハンバーグ3枚入ってんの。それにポテトがついてるんでしょ。いや、1000キロカロリーあるよ、だって。照り焼きマックバーガーでも600とか500あんだよ。それが3枚だからね。1175キロだって、これ。ほら。1170。やば。やべえな、バケモンだよね。だから、私が口が止まってんの理由はそうだよ。だいたい800、900で止まんで、1000はいけないんだよ。朝ごはんでね。で、今止まってんじゃん。ね？もうちょうどお腹いっぱいなんだよ。でもさ、普通の3枚入れないのもあるからね。1枚入りとかだ。みんなこういうの食べないでしょ。こんなおっさんか、いや、若い学生とかでしょ、お兄ちゃん。これって一人で携帯に向かって喋っての、見てみる？こういう感じ。あ、来たんじゃん。こういう感じ。で、1000とか1500、これ肉3枚入ってるかな。でもね、これね、ちょっとね、赤めなんだよね。真ん中のやつがちょっと赤く色がまだちょっとレアっていうか、ね、ミディアムって感じみたいな。こんな感じじゃん。分厚いくらい。でもこんな感じ。この三脚と、あ、お茶ばかりやと。カメラがなんかちょっと怪しいよね、周りから見た。俺があるからなんかやってんな、撮影してんなってわかるけど、なかったらただの病気の人でしょ。うん、そっち座んな、こっち近づいちゃダメな、あっち座んな、邪魔だから、邪魔だからあっち行けって感じ。ちょっと暴れん坊系だからさ、おとなしい系じゃないんだよ。俺たちさ、女の子なんて枕振り回してんだよ、このでっかな。
すごくない？こんなでっかい枕持って振り回してる女の子だよ。やばくない？おてんばだよね。自分の体よりでかい枕を持ってごめんなさい枕を持って、ね、振り回してるんだってちょっとこれすごいんだけどボリューム。今目の前にマルチーズがいるんだけどびっくりしてたの。犬が吠えたかと思ったよ。めっちゃ見てんのそこに。なんかさ目と鼻がくしゃってなってるの。なんか中心に寄ってるみたいな。おめえいなもんね。あ、2匹いるんだね。1匹2匹。じゃあね、うちね犬飼いたいんだけど。ダメなんだよ。本当はね、犬が OK のところね、次は借りたいなと思ってんだけど、うん。なんかいずれか引っ越してね、あの犬飼ってお散歩配信とかやりたいなみたいな。うん。だってもう小学校ぐらいから犬がいる生活してたんだよ。お家ずーっと犬いたし。うん、全然だって家にずっといるしね。私逆に良くない？みんなよりは育てられんじゃないかな。うん、結構お世話するよ。お風呂入れたりとかさ、散歩連れてったりね。世話向きだもん。うん、ねえ、自分のことはやんないけど、相手に対してはやる人だからさ、私ね。愛せると思うんですよ。うん。飼うなら何犬がいい？なんだろうな。やっぱテリア系かな？私結構テリア系好きだから。ダックスフンドとかね、あんまり好きじゃないの。テリア系が好き。めっちゃかわいいワンちゃんだけ。ふわふわ。なんかお人形みたいでふわふわなんだよね。で、飼い主がガメラさんにそっくりなんだよ。で、元気なガメラさんとか、病気になる前のガメラさんみたいな。ガンを発病する前のガメラさんとか。似てんだよ、なんとなくね。もう行きますか、じゃあ、査定。で、もう査定出てんじゃん。ちょっとちょうど食べ終わったし。よーし、じゃあ遊戯王カードいきますか。え、ルールってだってどこにルールが書いてあるの？ホームページで書いてあるのか自分で書かせてください。書いてねえんだ、出してごらんよ。おい、出してごらん。ルール、そんなルールあんのかっつうんで、バーガーキングに出してごらんよ。え、自分で書かせてくださいなんて一言でも書いてあるのか出してごらんよ。証拠出してみるよ、ほら。え？悔しかったら出してみるよ、証拠。自分で勝たせって。セルフですなんて書いてあるか、どこに書いてあるんだ。早く出してごらん、証拠。出してみんよ、ほら。え？早く出してごらん、そのルールっていうね。モラルとかルールとか言ってるけど、そんな文章どこにあんだよ、っつんだよ。書いてあんのか、っつんだよ。書いてねえだろ、っつんだよ。どこに書いてあんだって、その証拠出せって言ってんだよ。ほんとに。え？はい、勝ちですね。じゃ、ウラルでも出してもらう。ウラル、URL。書いてないよ。それはみんな、で、みんなの、ね、
これを押し付けるのもおかしくない。じゃあマスクを取ってたらマスクをしろと言ってるようなもんだよ。マナーだからルールだからモラルだからとか、こんな意味ねえものをなずっとつけてる日本人だけなんって言ってんだよ。だろ？アメリカとかニューヨークとかね、もう全部フランスとかも外してんだよ。日本人だけで頭狂ってんだよ、本当に。なあ、しつけんだよ。武田鉄矢に似てないでしょ。はい？みんなは硬さいいんだよ。私は硬さないかな。それを押し付けんのもおかしくない？マナーとかルール、モラルを。ねえ。え？法律違反を犯してるわけじゃねえんだよ。な？そんな価値観を私に押し付けんなってんで、めんどくせえかな。いや、逮捕でもなんねえ。え？でいいよ、もう遊戯王カード流れさ、仕入れするよ、あのまんま。もう取りに行かない。もう。え、モラルが悪いんだよ、私は。ね？反抗するわ、そうやって。この後ね、遊戯王カードの査定がありますけど、みんなに見せないよ。ん？そのまま帰るかな、置いて。え？さっき置いて帰ったものと一緒。テラスに置いてったゴミと一緒で、あれもゴミなんで、そのまんまね、ね、カード買い取り場のとこに置いて帰るわ、ゴミだから。一緒のことやってやるよ。モーラルとかルールとか言うんだったらよ。本当に。ちょっと私が化粧してね、綺麗だからって嫉妬しないでくれる？そんなブツブツ言うとこないからってさ。ね？え？勘違いもいい加減にしてって感じ。ねえ、羨ましがったりとかね、嫉妬や気持ちあると思うけど、ガチャガチャ言わないでって感じ。え？おめえの見てる顔自分でね、写真撮ってこいよ。なあ、すっぴんで豚だろ、どうせ。なあ、漬物ボリボリ食べて。ねえ、スーパーのレシート 50% オフとか見てんだろ、どうせ。今日の割引何かしら、卵10円安いわとか言ってるようなね、その低レベルと話したくないんだよ。ブラックマジシャンガールの買い取りが25,000円だって。それは何だろう、安いのかな。高いのはそれだけだって。タッパーはね、買い取り不可だから返されたね、普通に。3万円、ね、プラス、まあ、5000円プラスになったんで、0円にならないでね。それはいいんじゃないの。よろしく頼む。